はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日はですね、昨日の夜ちょっとヨウさんから電話がかかってきて、もうまあユウさん前置くだけシャンスって知っちゃうんかっつって。置くだけシャンスは知ってるけど、置くだけシャンスっていや知らんなーって話をして、まあデコポンに非常によく似てる柑橘で、シャンスっていう柑橘があるんですけど、置くだけシャンスっていうのはこの私たちの地域にしかない、まあ、シャンスらしくて、話に聞くと、まあ、あまりこう甘くないっていうか、まあ、酸味が結構あるっていう話ですけど、昔からあるらしいんですね。で今もう木自体がもうそんなにないらしくて、まあ私たちの地域でもあるところしかないっていうことで、まあ洋さんのお家にも苗を増やして、で今は植えてるらしいんで、それが何本かあるっていうことで、まあ味自体はまあ昔からの味で、そんなにまあ甘くなくて、まあ予算曰く昔懐かしい味というか、そういうものがあるっていうことなので、まあ、詳しい話をね聞いてみようかなと思って、今日撮影したいと思います。でまあ予算は、まあお前カボスしよるけん、この柑橘はこの置くだけシャンスは知っちょるかなと思ってって言ったけど、いやさすがに知らんかったな。なんかねもう本当、まあ、デコポンみたいで、この私の地域しかないらしくて、まあ、シャンス自体は私あんまり知らないんで、ちょっとヨウさんに今日は詳しく聞いてみようかなというふうに思います。じゃあ今からヨウさんのうちに行ってきましょう。はい、両剣じゃんけんいくよ。はい、両剣じゃんけんじゃんけんプッグーやな。はい、今ちょっとヨウさんと一緒にこの木があるところに来ましたけど、まあすごい大きい木やわこれ。でも結構びっしりなっちゃうやなこれ。なんか実が綺麗なんやな、全然なんか病気らしい跡がないっていうか、中には少し汚いのもありますけど、こう綺麗ですね。ちょっと全体的にどんな感じか見てみましょう。木はねすごく大きいです。多分まあ剪定とかもうしてないんで、多分どんどん上に大きくなってきてるとは思うんですけど、結構なってますね。はい、これがまあシャンスっていう柑橘類ですね。はい、置くだけシャンス、シャンスっていう名前は聞いたことあるんですけどね。まあ形は本当デコポンみたいですよねこれは。いや本当なんかデコポンみたいな。そうよ、デコポンとこう変わらんやん。うん、これオレンジ色になるわけじゃねえよな。なる、あなる、うん、オレンジ色っていうより真っ黄色な感じ。カボスの黄色みたいに、うんうん、になる。おお、やっぱ酸っぱいやな。うん、酸っぱいで、さっき時期が来ると甘くなる。ああ、うん、まあまあこれこう一つから、まあ、こうもうデコポンみたいに、これでへそがもうこれ、へそがあるよな、うん、全部へそがあるって。うん、色はもうこんな真っ黄色、真っ黄色なんだ、うん、まだ綺麗な色に。これまあこんな文字あるやつとかにこう置いといて、時間経ちからこそね、まあちょっとすると。これをもみ殻？うん、もみ殻に、まあ昔だったらもみ殻入れたり、うん、蔵の下にこう入れたりし、完熟させるんだ。うん、完熟させたわ。で、大体食べるのが1月とか、うん、12月の終わり頃からこう、結構食えたわ。おお、やっぱ酸っぱいのは酸っぱいんやな。うん、やっぱ独特な味がするよ。ああ、うん、昔懐かしい味やな。部長がこれだけ、ここへそ。このへそな。うん、やっぱりこれへそだ、へそだ。うん、結構全部がこういうふうにこうなるけん。うん、でもまあもうデコポンとほんと変わらない。まあデコポンの方がへそがまだこう乳幼児こう乳首みたいにこうなってるからね。あ、うん、
だけどまちまち吸いついたらいかんね最近吸ってないそうそうそう だけど吸ってないけどまちまちよう似てるもっと吸いつくとあなんかあちょっと吸いながら出るあんでるもんが違うてくるこれかな、うん、昔からある置くだけチャンス置くだけチャンスな、うん、だけど今年は平均に米はまだ大きなのよもうほんとデコボンぐらいの太さにこうなるんだけど皮も厚いああ皮はかぼすぐらいうんちょっと待って俺1個だけ切ってみて、うん、いやーこれは立派な木やなえいい木よああこれだね切ってみるかな、うん、なんかイノシンズがついたままやすあ中はカボスみたい、うん、これでもオレンジ色になるわけじゃねえよな、うん、これまだもうちょっと黄色くなるけど、ね、ああ、うん、夏みかんみたいな感じだな、うん、なんとなく懐かしい味がするよああ みかんの、うん、夏みかんの匂いやなうん、うん、あのこれ夏みかんやわうんだから、うん、皮を使ったりするんよああこれもでももうちょっと完熟すれば美味しいよな美味しいうんいや俺これはねうんかぼすの代わりにと思って焼酎に入れてこうのあ飲んだことあるんよ、うん、お皿の、うん、やっぱ焼酎に入れると甘いあ、うん、でその女の子とか甘いのが好きな人はいい感じなこれに今度はさあのあれあ炭酸かなんかちょっと入れるとまたまろやかになるけど、うんうん、結構薄っぺえかぼすぐらいいやいや、うんうん、まあまあでも焦げもやわ、うん、いやいいかもしれんよこれ、うん、かぼすよりは、うん、いや酸味は少ないわ、うんうん、いやいや酸っぱいけど全然食えるよよさこれ、うん、食えるしこれまあ俺のはほらやっぱ、うん子供の時プチョルゲン、うん、やっぱ懐かしいっていう味がこうしょるだけ、うんうん、これもなんで大正時代からあるの、うんもうでも木があんまりないんやなもうもうね木は少ないよ今もう苗を作らんと、うん、ついでいかんと、うんうんこれちょっと木作ってみたいなこれだけよさどうですか台木を作らないかな、うん、台木を下図で台木を作って、うん、それから3年ぐらいして、うん、それについて育てていくという風にせんと、うん、あな5年ぐらいかかる な実がなるまでさ、うん、だけど今あの結構ほら、うん、あのもう慣れる方を使うやろ、うん、これ結構春になるよあ本当に俺も植えて、うん、3年目にはもう あなった慣れるけこれはでもいいないいよこれ俺絶対ここの、うん、特産中かその、うんまあ、ここしか昔からここしかなかったわけ、うん、これをやっぱ復旧しててまあ昔もう若い人はどうかちゃんけどね、うん、やっぱあの昔、こう食うた人はやっぱりああこれ懐かしいなっていうような感じがするよ、うんうん、なかなかこう原種的にここしかねえっていうのがまたいいよな、うんうんだけまあ今ちょっと時期がちょっと早いけどね、うんうん、もう今月末ぐらいはもう取って加工するとあ木真っ赤なくなるあ、うん、オレンジ色にはならんのああならん、うん、デコボンみたいなああデコボンはオレンジやもんな、うん、こういう黄色の、うん、熟したようなあの色になるけどあ、うん、まあでもそれがデコボンの、うんまあ、原種的な感じっていう、うん、あのそうやな多分ね、うん、デコポンもこれなのから貴重じゃないかと思うけど、まあ、そういう、それは、うん、改良版、うん、俺とは分からんけどシャンスは苗木売りおらんわなチャンス中で今売るその結構もうフォークリーチューチからしょるけ、うん、ひょっとすらその売りおるとこもあるかもしれないけど、ね、あ一回ちょっと聞いてみようかな、うん、シンリングメアはなかったなシンリングメアやらねねえな、うん、あ一回ちょっと聞いてみようどっか、うんこれでも植えてみたいな植えてみよううん、うん、俺方入り口植えたやつ見てばって植えちゃうのまあコンクリートのはあるけん、うん、それをな、うん、時期になってから持ち帰って植えてみよう、うん、もう昔はみかんがなかったけんこげなく食うやったやろそうそうそう
だからあの結構鳥も喜ぶよ。こうあ、うん、あのもうどっちでも取らんじゃろ、うん、取らんもんだけど、うん、だっけあの残って熟すとやっぱ鳥がこう続いてきれいね。やっぱあっちことは結構糖度が上がるんやわな、うん、糖度が上がるけん鳥が食うんやわな、うん、しかし我々は懐かしい。懐かしいやな、うん、あのこれは岡上さんとかにもあげよう。そうそう、おかみかんがなかったっけ。みかんのねえときは、うん、代々かこれが結構、うん、あされちゃったわ。代々はな、うん、そうそう、あまあ代用品であるけどね、うん、こういうふうに葉っぱつけての、うんうん、少しあ置いたりちゃった、うん、それでどこでかかで昔もなかったっけ、うん、あるところ、うん、人がこうやってこれあげたりちゃった。あ、うん、昔でそげはなかったってことやな、うん、子供が多いとことか、うん、あのそういうところの家庭にはやっぱ結構植えちゃったわ。あだけどおぞ方もおぞも自分方のおになったらそこの家にあの取り入ってまあ木がこげなるよったけど、あそそげ大きなの、これでガーッて登っちゃったの。登ってから子供の時なポケットに入れて、うん、あわらこずみの中にあ隠れとっちゃ食えたわ。やっぱ昔とは昔はほら、うん、ほらむしむしるともうあ結構ほら怒られるだけ。あ昔はな、なんで土地食えたっけ。そうそう、もう今もうあ皮むいてつまようじ刺しちゃってん、あの食えるけどね。昔はもうお前、うんうん、何で食えたっけ。そうそうそう、もう本当せやな、それみんな言うわな。カボスでん食よったやな。そうそう、 みかんカボスってあれもねんやな。そうそう、だけあっこにあるよ今度は。それも、うん、あ土地行って一緒に取ってみたいよ、うん、今度またちょっと一箇所あるっちゅうけんそこを、うんうん、取りに行かしてもらおう、うん、あれはまた珍しいわ。あそれと売りに一軒あったわ、うん、えみかんカボス、うん、あほんと、うん、それ苗を、うん、これがないわけ、あその、うん、ほうくりったら、うん、あもしあれやったら、そのみかんかぼすも一緒になんかできるんなら、シャンスと一緒に、そう、あの作ればね、うん、ありゃ、またありゃ、こうなるとほうもるし、だけまあ2、3年先に結果が楽しみだよ。シャンスって言葉はしよったんやな、うん、ただ懐かしいっちゅうだけ、我々にしてみればね、うん、食い物ない時代にやっぱり、うん、みかんなんかそのみかん農家じゃねえけんやっぱ、うん、そうやな、うん、収穫時期はもう真っ黄色になってるな、うん、いやもうちょっとだけだわ、うん、あの霜が折れてから収穫しようたことあったき、うん、今日霜折れちゃったな、うん、今日寒かったな、今日良かったかなってなんかもうちょっとこうやっぱ黄色なっちかやな、うんうん、いやこれもうびっしりなっちゃうな。これでも上はもう取り切らんな。まあ確かに普通のみかんみたいにはならんけどね。ああ、うん、そうやな、ユースぐらいのベースやな、うん、なり方が。もう長谷川でももう本数が知れちょうけんな、うん、あの長谷川でさあこれチャンスが20本ってあろうかな。ああ、ね、これはでもちょっと普及させたいな、うん、そのなんか買う人がおればお金になる。まあ、逆にほら絞ってそのジュースなんか結構昔にジュースにしたり、あいいかもしれんわ、ね、うん、これはまあきっちりかけてみて代用でほら買うとまた変わったやつがあって、うん、何かに合うやつがあるかもしれんよ、うん、これでも本当あの焼酎とかに入れても俺どうは甘いか分からんけど女の子とかはいいかもしれん。今あのね、夏みかんサワーとか、うん、結構あるもんね。こ、うんチャンスで、あの、復旧最終や、これをなあ、うん、いやいや、ほんとぜひぜひ。もう、早瀬さんと大相撲時間がたらもう向こうの方チケンゲーということで、俺困るの、まあ、洋さんたち教えてもらわないかんこといっぺやねだけど、もう、大義もほら、大義の作り方からもう、自分で勉強したら、でも、大義があればすぐ告げるんよな、うん、大義があれば、さっき普通のカボスの枝にね、うん、枝に、うん、このシャンスの方を通るっていうの、あの途中からこうつくんよ。ああそれ用するわな、うん、あのヤドリギみたいに、あそうともう2年目ぐらいからもうボンボンになるわ。ああ、うん、なんかそれ聞いたことあるわ、うん、
だけど、まあ、最初より大気がねえときは、うん、あ現実にある木か、あのあ木に、うん、あの宿り木刺すのが早いわね、継ぐのがね、うん、もうそれが勝負が早いかもしれないけど、まあ、それまでに、うん、あの大気を育てればいけ、ああそうやな、だけゲズを、うん、ゲズを見つけきれば、うん、あいいけど、まあ、あ俺が知ってるところにゲズが今何本あるか、3、4本あるけど、統計ゲズはいらせんけど、あまあそうやな、一つの実から前いくつも種あるんだけど、まあ昔はコゲノがどこでもあったやろけどな、もう今みんな切ってなくなるわな、うん、もう大正時代からあったの、うん、親父が言うたら、うん、親父が子供の頃からもうそれ食いよったって言った、あようさん、親さんがな、うん、それでやっぱりチャンスっていうの懐かしいっていうのに、ね、俺親父が一本植えちゃったんよ、でやっぱ取って食うとほらあの懐かしい味がするじゃない、それだけあ俺も植えようっていう力その方ついたんよ、ついで植えた後に今なるわけ、もうほんとこの奥岳シャンスのブランドでなんとか村おこしがしたいな、うんうん、村おこしが出るといいな、それとみかんかぼすの、そうそうみかんかぼすはちょっとせいちゃんと置いて、うん、いやみかんかぼすは珍しいよ、うん、女これ一回ちょっと持って帰って焼酎とかに入れて飲んでみよう、うん、はい、帰ってきました、あの本当デコポンみたいな感じで、まああのもうちょっとねいろいろ、まあ、カメラ向けてないところでいろんな昔話とかも陽さんから聞きながら、うん、ちょっともうちょっとシャンスについては詳しく調べてみようかなというふうに思います、まあぜひね植えてみようかなというふうに考えてます、まあなんかせっかくね私の地域のまあ、奥岳シャンスっていうブランドが昔からあったというところがそこにちょっと価値があると思うんで、それがね誰も今も知らないそういう名前の継承もぜひしていかないかんのかなというふうに思って、これがね将来的にブランド化なればなおさらいいとは思うんですけど、希少種のような気もしますんで、もうちょっと今後しっかり調べて次世代に残していけるようなことができればいいかなというふうに思います。まあシャンスの実自体はこんな感じですね、まだ緑っぽいのもあるんですけど、まあ、陽さん曰くもうちょっと真っ黄色に熟れて一度こう完熟させてで食べるらしいですので、今日使ってみようかなというふうに思ってます。ということで今日はあの希少種奥岳シャンスのご紹介の動画でした。もしよろしければチャンネル登録高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で終了したいと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。